はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根シェアです。はい、今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマでですね、シリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ですね、調理の仕事はですね、非常に、お酒を、まあ、仕事終わってから飲むことがとか結構多いですということで、お酒を飲んだ上でのトラブルがですね、結構多いというお話を、今ちょっと何回かに分けてしております。はい、ということで、まあ、お酒はですね、本当にほどほどに飲まないと本当トラブル、まあ、喧嘩になったりですとかね、例えば次の日遅刻してみたりとか、あと次の日二日酔いだったりとかいうことで、非常に変な厄介なものになってしまうことがあります。ということで、まあ、ほどほどに飲んで、しっかりとそのスイッチの入り切りをねしなきゃいけないというふうに、まあ、つくづく、勉強をしました。若い頃に特に。なので、まあ、私も何回か、まあ、今だから言えますけども、そういったお酒を飲んだ上でのトラブルがあるんでね、特に、お酒の飲み方気をつけましょうと自分にも言い聞かせてます。ということで、また次回よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。